どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、動画編集ソフト、ビデオプロック Vlogger の操作画面について解説したいと思います。知らない方のために、簡単に説明すると、ビデオプロック Vlogger とは、無料で使える動画編集ソフトで、Windows と Mac の両方で使えるので、コストを抑えて動画編集したい人におすすめのソフトです。で、ビデオプロック Vlogger を使ってみようっていう人は、これから動画編集を始める人や、まだ動画編集の経験がね、浅い人、そういう人が多いと思います。全くの未経験の方でしたら、実際その動画編集ソフトをインストールして立ち上げてみたものの、その操作画面を見ただけだと、うわ、なんか難しそうってね、そういう風に感じる方も多いんじゃないでしょうか。というわけで今回は、これから動画編集を始める初心者向けにビデオプロック Vlogger の操作画面をできるだけわかりやすく説明したいと思います。それでは編集画面に切り替えていきましょう。はい、ビデオプロック Vlogger の編集画面は、まあ、パーツといいますか、パネル、ウィンドウが大きく4つに分かれています。左上がメディアパネルで、真ん中の上あたりがビューアパネル、右上がインスペクタで、下の箇所をタイムラインと言います。では順番に見ていきますと、まず左上のメディアパネル、ここに動画編集で使う素材、撮影した動画であったり写真、静止画、音楽、そういったものをここに読み込んで保存しておく、そういったスペースになります。で、中を見てみると、ね、分かりやすく素材の種類ごとに動画、画像、音楽、字幕っていった風に分かれています。で、素材を読み込むときはここのプラスボタンを押して、はい、読み込みたい素材を選んで読み込むか、もう直接素材を、はい、こちらにドラッグ&ドロップしても読み込むことができます。そして動画編集で使う素材以外にも、トランジションであったり、タイトルといってこう文字、字幕とかのテンプレートとか、あとエフェクトなんかもここにあります。では続いて下のタイムラインに行きましょう。このタイムラインに素材を並べていって、つないでいって一本の動画にするんですね。はい、こんな感じにメディアに読み込んだ素材をドラッグ&ドロップでタイムラインに持ってきて繋いでいくっていう感じです。で、ここで素材の順番を入れ替えたりだとか、いらない箇所を消していったりとかするわけですね。で、このタイムラインも縦にいくつかの行に分かれていて、この分かれている行をトラックと言います。で、トラックごとに動画とか画像を置いていくトラック、エフェクトを載せていくトラック、ね、音楽とか効果音を入れていくオーディオのトラックで、テロップ、テキストなどを載せていく字幕のトラックっていった感じに分かれています。では次に真ん中の上にあるビューアパネル行きましょう。ここはタイムラインに並べていった素材を再生して、実際ね、どんな動画になっているのかを確認するところになります。こんな感じにマーカーを引けたり、動画の一部を静止画として書き出したりすることもできます。で、次は右上のインスペクタ、ここでタイムラインに配置した素材の細かい設定なんかを行います。不透明度を変えたりだとか、あとこの明るさ、コントラスト、サイドなんかを変えたり、あと素材を回転させたり、大きさ、スケールを変更したりだとか、あと音声が入っている場合は音のボリュームなんかもここで調整します。文字を入れた場合、文字の編集もこのインスペクタで行います。はい、といった感じに
編集の流れ的にざっくり言うと、まずこの左上のメディアパネルに素材を読み込んで、で読み込んだ素材をタイムラインに並べて、でタイムラインのこの上にあるツールバーとか右上のインスペクターにある機能で編集、調整、設定して、そしてビューアパネルでどんな動画になっているのかを確認するといった感じになります。はい、いかがだったでしょうか。今回は動画編集ソフトビデオプロック Vlogger の操作画面について解説させていただきました。どうでしょう、それぞれのパネルの大まかな役割をお分かりいただけたでしょうか。まずは一度ビデオプロック Vlogger に素材を読み込んで、タイムラインにその素材を順番に並べてみてください。で、タイムライン上でちょっとねグリグリマウスを使っていじってみたり、インスペクターにある数値をいろいろね触ってみると、ビューアに表示される動画に変化が出てきます。そうやって触っているとだんだんね編集ソフトの操作感がつかめてくると思いますので、はい、といった感じで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは動画や IT を活用して日々の生活を豊かにする情報をお届けしています。もし興味を持っていただけたら、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。この動画が少しでもためになった、参考になったという方は高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。